あられ餅の販売豆あられひなあられあられとはあられ餅の略で米餅を長さ2から3センチメートル、重央5ミリメートル程度の長さに切り火で炙った菓子である。一家豆を使用するものもある。防火食品の一種。あられやおかきはもち米を原料とする米菓で現代では主に大きさによって区別される。本来は原料の餅を細かくするために包丁を使ったものを あられ、土を使ったものを、おかきと呼んだ。また、おかきとは異なり、あられは、奈良時代に唐などからの使者に対して、宮廷で出されたもてなしの食べ物だった。すでに平安時代に、柿餅の一種として、あられ餅、玉、あられと称して生産されたことが、山城風土記に見られ、江戸時代には、商品として多量に生産されるようになった。なお、 同じく米を用いた菓子にせんべいがあるが、こちらは餅ではなく、うるち米を用いる。一般的には、火で炙るが、油で揚げたものもある。米餅は通常市販されている餅と同様のもので、一般には彩りを添えるため、よもぎなどの草を入れたもの、赤や木などの色となる食物、または色素を入れたものを使用する。専用の網かごを用いて、 糖皮で炙ることにより餅同様に膨らみ、冷ませば出来上がり。油で揚げた場合は、かなり柔らかくなる。食べる際は、若干の塩、または砂糖をまぶす。餅を、かなり細かく裁断したものは、お茶漬けの具としても使用されている。これは、茶漬けの粉末がしけるのを防ぐものだったが、密封の技術が発達してからも香ばしい風味が、好まれ。 茶漬けの標準的な具として入れられている。また、このあられのことをブブあられとも呼び、ブブと略されることもある。また、天ぷらの代わり衣に用いられることもある。ウィキメディアコモンズには、あられに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。